Hey guys, I am Kumiko Ryan. 今日はサガット、ムエタイの使い手で、四天王ですね。四天王の3番目。似た者同士の対決だ。タイガークラッシュが出なかった。まあ、いかんせんパッドなんで。あ、ピヨッタ。サガットはね、バランス型の四天王ですね。あの龍拳と似てて、飛び道具と対空技のタイガーアッパーカットっていうのが使えるんで、まあ結構強いですね。バランスが取れてるんで。で、前作のラスボスで、この胸の傷は前回龍に負けた時の昇竜拳の傷跡。殺害しないんだと思って、一応殺害はしないみたいですね。龍は倒した相手を。タイガーアッパーカット決まった。そしてライバルの竜、完全にこれさ、明日のジョーのさ、セコンドにいる親父じゃん。これサガットってさ、眼帯しててさ、元ネタがそれですよね。明日のジョー知らないんですけど、なんか一瞬見たことあって、タンゲだっけ、なんかそういう名前じゃなかった、あの親父。こういう眼帯したさ、ハゲのやついたじゃん。完全にあれですよね。あれ何、トレーナーなのかな、セコンドについている人。まあ、ギャグなのかなって、カプコンのさ、そのキャラ設定って見た目パクってんのは。オリジナルじゃないじゃんみたいな。タイガークラッシュが出ないんですよね、全然出しにくい。あの飛び蹴りからタイガークラッシュはつながるんですけど、うまく出ないんで。さっきからスカってばっかで、まあいいや、倒した。ホンダ、やっぱ出しにくいな。あれ転がるんだっけ。タイガーアッパーカットってさ、根元から当てても転ばないんでしたっけ。転んだイメージがあるんだけどな、なんだろうな、前からそうだったっけな。それはあれか、スーパーからかな。タイガークラッシュ、一応ね、タイガークラッシュはダッシュの状態だったら隠し技だったんですよ。あのインストカードに載ってなかったんで、出し方が。で、グランドタイガーがしくった時に偶発っていうか、偶然出るような技だったんですよ。どうやんのかなみたいな、正式なコマンドはよく知らなくて、噂ではあのジョー東のタイガーキックと同じだって言われてたんですよ。コマンドが斜め上まで持っていくっていう、下から。正式には
下の下の後に前なんですよね。下前斜め上って感じ。まあでもまあタイガーキックのイメージでやれば出るんで、一応隠し技ですね。ストツーダッシュからつきましたね、この技。無印にはなかったっす。やたらローリングしてくるな、開幕から。もうちょっと減ってもいい気がするけどな、タイガーパーカットは。投げ一発分ぐらい減ったような記憶があるんですけどね。根元から当てないとダメなのかな、やっぱ。全然減らないんですよね、この当ててもさ。しかもガードしたのになんであんな削れんのって話ですよ、今の。一発分ぐらいは耐えられるぐらい残ってたじゃん。すごいんですよ、なんか難易度が。削りのダメージもでかいし。早えよ、これ。しかも減るんですよ、やったら。CPU のつかみ技がやったら強いんですよ、この頃のカプコンってさ。うまくああやってタイガーを2発重ねると連続ヒットするんですよ。スピードが速いんで、弱タイガーショットの後に強タイガーショットを重ねるとうまくやると当たるんですよ。のけぞってるところにもう一発。ダメだ、しくじるな、なんか連続技がうまくいかない。おっしゃ、決まった。タイガーアッパーカットは、ぶっちゃけサガットのさ、身長がでかいから、弱と中と強のさ使い分けなんてほぼないと思うんで、弱で十分じゃんって、上まで届いてるんで。弱タイガーアッパーカットで十分ですね。ガイルもまあ飛ばして落とすって感じですか。ジャンプしてきたとこをタイガーアッパーカット。あ、厳しいんだったらタイガーじゃない、ただの立ち台キックでも返せるんで、もしリスクを回避したいんだったら、しくじるじゃない、必殺技を。そのリスクを回避するんだったら、ただの大キックで対空にするっていう手もありますね。まあしくじるとね、相打ちになっちゃうんですよ。で、次がケン。リュウとケンってなんだっけ。同じ先生に教わったんだっけ。だから同じ技使えるんでしたっけ。なんか剛拳かなんか。
スった。まあ投げるのが一番いいのかな。なんで今さ、おかしくね。フェイクだったんじゃん、あのピオリ。フェイクピオリ、そんな戦法があったなんて。ていうかおかしいよ今の絶対。イカ様なんですよ、なんかいろいろとイカ様してくるんですよ。するんで落とせばいいだけですね。してくるか。ダメだ、超反応してくるから。アイガー、早えよピオリ治んのが。定番の垂直ジャンプ攻撃、これで倒すしかないか。はい、死んだ。You are not a warrior。 お前は戦士じゃない。さあ、そしてバイソン。やっぱダウンしないっすね。よっしゃ、2段入った。飛び込み大キックからのタイガーパーカット。バージョンだとね、しゃがんでるとダッシュストレートが入らないんですよ。なんでもう雑魚ですねこいつ。もうしゃがんでたら終わりなんで。バイソン、あの猪木アリ戦みたいにさ、
しゃがんでたら終わりなんですよ。当てられないから。ボクサーのパンチはね、立ってる相手にしか効かないんですよ。立ってることがそう、なんていうの、立ってることを想定したパンチの練習なんで、グラウンドになってる時はまた違う技術が必要なんですよ。スペイン、相手の投げの方が強いじゃねえかよっていう。なんでだよ、なんでなんでこうなるのか。やっぱダウンしねえのが原因だよな、タイガーアッパーカット。地上のやつに当てても意味ないんで。いや、ダウンしたと思うんだけどな、記憶だと。そこもおかしいのかな、やっぱり。絶対ダウンしましたよね。だってキャンセル、肘キャンセルタイガーアッパーカットとかあったもん、連続技に。やっぱおかしいっすよ、これ。なんか。なんかおかしいんですよ。絶対ダウンしたはずですよ。日本のやつだったら。日本の基盤だったら。やりづらいだから、いろいろ違うから。完全に急所狙ったパンチだよこれ。急所攻撃っていうか、ローブロー。的確に急所狙ってんじゃん。小鉄さんが怒っちゃうよ、レフリーの。小鉄が怒って、でそのアイヒールに張り手するパターンですよこれ。ブックだとで盛り上がると、会場がちょっと一時盛り上がって、でそこで息を吹き返したベビーフェイスのやつが反撃し始めるっていう。その絡んでる間に、小鉄と悪役が絡んでる間に、そういうパターンですよこれ。まあ何言ってるか分かんない人もいるでしょうけど。こんな行くの？こっちがやった時そんな減らないじゃん。何あの涅槃仏のさ、上着みてえなやつにさ、電話マークとかさ書いてあんだろこれ。アルファベットの I とか K とかさ、どういうことなんだろう。あの電話マークよくわかんねえな。あの真ん中にある下の左から3番目のやつ、一番下にある犬の隣のやつ、あの電話マーク、そんな文明が発達してたんだな、昔から電話があったんだ。いや、時間切れかなこれ。断切れだ。で、ベガ
直しやすいかもね、サガットだったら。まあ投げが入るんで、やつのヘッドプレスの後にぶん投げるっていうパターン。飛び入り3連発。いきなり投げかよ。さりげなく投げてきた。近づいてきてさ。倒しやすいですね、これ。キャラの相性かな、相性がいいんだろうな。まあ簡単に倒せるんで。クリアした、サガットはやりました。残るはベガのみ。これで全員クリアだ。シンクスカムバックリュウゲットトゥゲザーアンドリーンズ、ワットイズイトゥビアローザートゥデイマイクイズスカッソウズアイハブレイアンドオーバーカムウィッチュザーアイリーフウェブウェイティングザタイトルオブザワールドグレイティスファイターメイズノッシングトゥヒムイッツトゥパワーザファイトアンドディフェレントアボディ。よっしゃ、クリアした。エンディング、スタッフロール出た。ワンコインか。サガットもワンコインいけましたね。大体ベガでやられるんですけどね、パターンとして。あの凶悪なね、超反応。これ普通にダルシム死んでるよな。こんなザンギーフってさ、速度速かったっけ、前に進むの。もっと遅いかと思った。相変わらずバグってるって。